お疲れ様です。お疲れ様です。今日も始まりました。塀の中に累計12年入ってたということなんですけど、刑務所の中で無期懲役囚と一緒になったことってありますか？ありますあります。なんならその最初の初犯の時の刑務所が栃木刑務所で、初犯工場なので、まあ、ロングの人の方が多くて、その中にはやっぱ無期の方も何人かいて、でなんなら同じ部屋で生活したりとかありました。札幌は同じ工場ではならなかったですけど、まあ、お見かけしたりとかは全然あります。同じ部屋にいたってことなんですけど、はいはいはい、有期刑じゃないですか、はい、で向こうは無期刑じゃないですか、はい、どういう感じのやり取りになるんですかね、うん、そこがねやっぱ難しいなって思いながらでしたね。ただみんな慣れてるので、やっぱりだいたい入ってくるのが覚醒剤とかあと窃盗とかっていう子が入れ替わりになりながら、あとちょっともう少し重めのね方がまあ10年とかいる中ずっといる人で、その短い人はじゃあ出たら何しようとか、あれ食べようとか会おうねとかっていう話をする中でどう話していいのかなってすごい気は使いましたけど、意外と答えてくれる。そういうふうに有期刑の人たちが盛り上がってる時に、無期の人はなんかふてくされたりとかしてないんですか？しないですしないです。話してくれます一緒に、いいねそれやりたいなって言ってくれる。でもみんなお前は無理だろって思ってるわけですよね。それはさそれはいやでも有期刑じゃないかもしれないけど、一応あるじゃないですか、35年でしたっけ、うん、経ったらっていう対象にはなるっていう、それやっぱそこを目指してみんな頑張ってるんで、うん、じゃあその出る頃には私はまあ80ぐらいのおばあちゃんだけれども、会ったらよろしくねって。あ、出る気でいるわけですか？もちろんそうですよね。ずうずうしいですよね、無期の人って。いやでもやっぱりそこは夢じゃないけど、そこを目指して頑張ってるんだなって思います、うん、実際にじゃあどれだけの人が出れてるかっていうと、うん、私がその勤めてる中の最中の時に一人だけでしたかね、出たらしいよっていう情報があって。その方はそもそも何をしたんですか？いやその方たち全然お見知り置きにしてなくて全然分からなかったんですけど、でももう本当80歳ぐらいの年齢の方で、本当もう歩いてる時もこう体ね曲げてっていう状態の人だったんで、うん、出れたねよかったねってみんな、うんうんうん、腰ひん曲がりながら、そうですね、だからね、もうくぐり抜けていったわけですね。いやでも本当無期懲役の方結構あの ポジティブって言ったらあれかもしれないですけど、いけないんですけれども、でもちゃんとまともにとか真面目に勤めているし、うん、犯罪のことはねさすがに私も聞けなかったですけど。同じ部屋の方にも聞かなかったですか？うん、聞かなかったです。周りが教えてくれる。その方の事件内容は何だったんでしょうか？私が、一緒の部屋だった人は2人ぐらいいて、1人は多分強盗殺人だと思います、うん、多分ね、うん、あの男の人と共犯でっていう人で、もう1人は結構有名な方で、あの8日目のセミっていう映画のモデルになった人だったっていう人がいて、8日目の8日目のセミってドラマか映画か、角田光代さん作者のドラマか映画があったんですけど、それのモデルの事件だった人だったみたいで、同じ部屋になりましたけど、すごく優しくしてもらいましたけどね。私は普段どんな様子なんですか？普段は、まあ、本当に長いことね勤めてらっしゃるので仕事もできるし、明るくてよく喋るし、世話も焼いてくれて、まあ、なんだかんだ長いので、まあ、番手っていうのがあるんですけど刑務所にはね、うん、あの一番手とか、そうそう一番手、もちろん一番手 でお世話してくれて、いろいろ教えてくれてっていう人でしたけどね。ああ主みたいになってるわけですね。まあそうなっちゃいますよね。私ですらその累犯工場でやっぱ7年とか勤めて主になっちゃいますからそういうもんです、そういうもんです。仕切らないといけないみたいになってきますからね。なんか長いやつとか、うんうん、あの名札かけとけばいいじゃんとか、あのいじられてましたけどね。名札ですか？あだからその、うん、自分の部屋に、はい、あの、はい、表札出しとけばってでも展望が、ね、あるんで半年に1回ぐらい、うんうん、大展望があって移動しちゃうからあれですけど、まあ、出しといたらいいかもしれないですね。ずっといるから、ずっと私一番手ぐらいの感じで。そういうその向きの人とかって、うん、種とか類とかやっぱり上がってるんですか？栃木刑務所は結構厳しくてあんまり上がらないけど、いやでも上がってたな。
最初初版の時はその生産工場に最初入って、そこで無期懲役の方はね多分3人とか4人ぐらいだったと思うんですけど、それぞれ何歳ぐらいですか？40代中頃、50代前半、50代中頃、当時でだから今もうそのプラス10年ぐらいですよね。その一人の中で、はい、すごく衝撃的だったのが、私の個人的な意見ですけど、共犯の男の人の名前をも聞いていて、で手紙のやり取りをその子たちはしてるじゃないですか。その人たちはね、そのお互いに一人しかいない状態でちょっと手紙のやり取りをしてるんですけど、4年5年ぐらい前かな、私が札幌に勤めてる時に新聞で執行されたって載ったんですよ、旦那さんが。はい。その時何とも言えなくて、知っている人ではないけれども知っている人の旦那さんで、話もすごい聞いてて、でもそれが法律というかだったので、もう なんかこう苦しくなっちゃって。執行というのはこれ？そういうことです、うん、死刑執行になりまして、もう何とも言えなかったですね。その時は本当に悪したことが悪いんですけど、悪いことした人が悪いけれども、そのお互いに2人で支え合ってたのも見ているから、中でこの人が罪をね償って反省してこう頑張ってるのを見ていたから、今どうしてるかなってすごく考えちゃいましたね。まあ萌さんからすると、うん、友達の旦那さんが執行されたみたいな感覚になってるってことですよね。そういうことです、そういうことです。はい、それは複雑ですよね。複雑ですね、うん。まあ、遺族側からの気持ちもありますし、うん、そうなんです、そうなんです。本当に事件のことを私はそんなにそこまで詳しくは知らないけれども、でも、まあ、そう決まったことなのであればやっぱりそれなりのねことはあったはずなので、うん、すごい複雑だった。反面その子のなんかすごいはちゃめちゃなところとか思い出したりしてなんか何ですかね、すごいちょっと天然ボケというか可愛らしい人だったんですけど、なんかちょっといじられると怒っちゃうんですよね。怒っちゃって、こんな可愛いもんじゃないでしょいや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 、本当になんかなんだろう、お箸とかもなんかあべこべのとか来ると、えこれやだ変えてみたいな、誰か変えてみたいな感じの明るい子だったんですけどその子がいじられると怒っちゃって、で、ある時なんかトイレかなんかの殺虫剤を持ってきて、部屋でわー巻いた時にその人たちめがけて、ちょっとはちゃめちゃだなって、こういうことで切れちゃうんだなとか思ったり。それはあまりにもはちゃめちゃですね。そうですね、なんか本当に別になんかそれまで笑ってなんかやだとかって言ったのに、トイレ行こうって言って行って出て行って帰ってきて時になんか襖だったんですけど、襖バーン開けてこうピシッとこうやってこうやってギャーみたいな時にわーってなりましたけどねギャーってなってわーってなったごめんなさい擬音ばっかりでちょっと説明しづらいけどもバーンってなって、わかりますよ、シューってやれたらわーってなって、うん、わかります。え、それでどうなったんですか？でもそれも調査です、調査です、懲罰、そしてもちろん懲罰ですよ、ね。はい、そういうことがあったりとかね。え、それ向きの人ですか？うん、それが向きの人だったりとか。やっぱりちょっと無期の人とか、なんかとんでもない事件をする人って、こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、ちょっとなんかね人としてずれてるというか、ぶっ壊れてますよね。うん、ある意味ピュアなんだと思いますけどね、純粋というか、うん、壊れているっちゃ壊れているとも言えるし、うん、かあとはもう一人、その8日目のセミのモデルになった女の人から言われたのは、私今覚醒剤の使用所持で捕まってて、で相手はまあちょっとね重い殺人罪とかで捕まっていて、うん、まあ長いこといるかなと、もう出るけどねって、また来るんじゃないのって言われて、まあ、そうどうですかねっていう話したら、まあねって、あなたたちはねって何回かやるかもしれないけど、私たちは一生に一度あるかないからだからねって、こうちょっと言われた時ちょっとゾクゾクゾクってしたりとか、お前が悪いんだろって感じしますけどねゾクゾクゾクってしちゃったりとかそれはね、うん、っていうのと、今回最後上がる日出る前日に札幌刑務所でちょっとなんか特殊な棒にいたんですけど、自由に出歩けるっていうか、独居なんだけど自由に出歩ける棒だったんですよね。あ、その人だけがってことですか？で、私と、その2種以上の人たちは、はい、優遇区分みたいなものが、はい、あって、はい、まあ、1から5まであって、1が一番偉いんですけど、
もう2週以上の人はちょっと解放独居っていう棒、うん、解放棒ですね、自習料みたいなところに入れてもらえるんですけど、うん、あの出院前の人とかが行くような棒ですよね、うんうん、まあ、多分それに近いです、うん、それで本当はいつもなんか普段はみんなガッチャン部屋で独居でガッチャンされて出れないんですけど、解放になってて出歩けるんですけど、まあ、その中にはやっぱね無期懲役の方とか何人かいらっしゃって、うん、私が出る前日に一塁になったんですよ、ちょっと前に。誰かですか？私です。おめでとうございます。すごいですね。本当に一塁はすごいですね。出る直前ぐらいに上げてもらって、でそれを知っているので、みんなその、うん、行き来する人が、うん、その無期懲役の人の一人が本当はいけないんですよ、廊下でね、あのおめでとうって言ってくれたんです。一塁おめでとうって言われて、ありがとうございますって言ったけど、でも私明日出ちゃうからと思って、うん、でも私明日出ちゃうんですよって、だから、ね、それ言わなくていいじゃん。いやだってだって明日があの荒れるっていうか5日前に上がるんで、明日その上がる釈前料みたいのに行くんですって、うん、どうもお世話になりましたありがとうございましたみたいなことを言ったら、こんなことね言ったらね本当はダメかもしれないけどって、また来るんだったらわしが生きてる時に来いなって言われて、来て欲しがってるじゃん。じゃあまたそれもゾゾゾゾってしちゃいました。あ、そうかって。だから言わなくていいんですって。なんで、ね、出るとか言わなくていいんですよ。いやいや、でもいなくなるったら分かるじゃないですか、その部屋から、うん、部屋くなって上がったんだなって思うので、うん、一応ご挨拶しようかなと思って、せっかくねおめでとうって言ってくれて、明日からいないしと思ったら、一応明日ちょっと着前行くんでって言ったら、うん、そういう風に言われまして、あの無期懲役囚の人に出る話しない方がいいっすよ。そんなことないと思う。いや俺言っちゃったんですよ。です、うん、俺も、はい、まあこんぐらいの時期に、うんうんうん、あのその釈前上がるから、まあこんぐらいに出れるだろうみたいな話をした時に、うんうん、無期のやつがそれ聞いてたんですよ、うんうんうん、そしたら俺はいつみたいになっちゃって、へえ、はい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 、はい、まあ、うんうん、その横須賀なんで、うん、外人のやつなんですよ。はい、うんうん、ああそうかそうか、あの米軍の外人のやつが英語で、はい、Go home, go home ってその日から、その日から騒ぐようになっちゃって。あ、なるほど。作業とかしてんのに立ち上がって、あの天を見つめて、うん、Go home とか言うようになっちゃって。ああそうか、そこに意識がいっちゃうってことですね。余計な話しなきゃよかったと思って。なるほど。いやでもどうですか、多分もう慣れっこなんだと思うな、女子は特にあの狭いので社会がすごく、うんうんうん、男子はものすごく人数がいて、その中で、うん、だからあれですけど、女子はすごく工場自体も狭いし、もうね、分かるでしょ誰がいつ上がるかって大体、うん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 、で分かっちゃう中で、まあ、気を使いながら長い人にはね気を使って、うん、私も気使われてたぐらい、2年とかぐらいの系の人がいや帰ったらさっていう話した時にハッてなって、ごめんごめんごめんみたいな、うんうんうん、いや別に大丈夫どうぞみたいな感じだったけどな、私は全然全然いいよ、自然にしてって思ったし、僕の場合はその外人ね、はい、うん、ウグボブ君っていうやつだったんですけど、はいはい、タクシー強盗かなんかでパクられて無期になってるんですよ、はい、はいはいはい、でまあその罪名とかやっぱ聞かなかったんですよね僕は、うんうんうん、そうですね、うん、聞きづらいじゃないですか、聞きづらい、無期の人に何やったんですかって、初犯に聞くのは結構怖い、でもなんか通訳みたいなのやってるやつが、うんうん、何気に聞いちゃったんですよ、何で捕まったんだろうねって言ったら、そいつが、うん、英語でペラペラペラ何で捕まってるのか聞いてるぞ、うんうん、みたいな感じで通訳しちゃって、タクシーだよみたいな、でなんか答え出て五反田とか言ってるんですよ、うんうん、五反田だけ聞き取れて五反田でやらかしたんだこいつと思って、めっちゃ黒人なのに五反田って言いやがったみたいな、五反田みたいな、まあ何とも言えないですよね、そのそれまでは罪名とか分かんなかったんで、仲良くなんか身振り手振りで何喋ってるのかよく分かんないんですけど、まあ仲良かったんでわけなんですよ、でもなんかちょっとタクシー強盗とか聞くと引くじゃないですか、なんかちょっとそうです、えってはなるかもしれないですね、何やってんだこいつみたいになるじゃないですか、ね、何とも言えない気持ちになりますよね、何とも言えない気持ちで、その事件自体は多分ものすごいことなんだけど、本人を見てるから、うん、例えばそのね無期じゃなくても結構な長いね16年17年とか無期の人とかと一緒になる機会とか結構あったんですけど、本人はね本当に私から見れば同じ部屋でね仲良くて明るくて素直で、なんでこんな子がって思うぐらいの人たちなので、だからちょっと信じられないなって思いもありますけどね、多分社会でその事件だけ聞いてたらなんてことだと思ったと思うし、本当にけど本人を見てるかこちらとしてもね複雑というか、うん、
本当に全然もうなんか反省してなく危機として話す人もいますよ、うんうん、います。そういう人たちはちょっとやっぱね、うん、って思いますけど、まあいろんな人がいますよね、はい、いろんな犯罪があっていろんな人がいるのが刑務所ということですね。そうですね、はい。今日は、無期懲役囚のことについてお聞きしました、はい。いろいろと貴重なお話聞かせていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそ。なんか本当すみません、はい、あ、なんか相沢萌さん、はい、あの外録チャンネルにも出てるそうなんで。あ、そうなんです、はい。この間ねちょっと出させていただきました、うん、自分の思いとか考えてることとか伝わるといいなと思います。はい、伝わってるといいな。そして、相沢さんが、はい、あの YouTube のチャンネルもご自身でやってるということなんで、はいはい、概要欄にそちら貼っておきますので、やってます、気になる方いたらそこから飛んでですね、はい、ぜひ見てみてください。生、はい立ちから刑務所の中までやってますので話してますので、よろしくお願いします。はい、あと T シャツの T シャツ、はい、アパレルをなんかふざけた T シャツをなんか売ってるらしいんで、はい、持ってきていいですか今。いいですよ、それも一応概要欄に貼っておきますよなんか持ってくるらしいですね今。はい、でシャブの密売でパクられておきながらあのヒロポン T シャツっていうものを売ってるらしいんで、はい、そうです。これはですね、別にこうおすすめだよって言ってるわけではなく、こういうことがあり覚醒剤というものが生まれ、その歴史というものを振り返り反省いたしましょうという思いを持って制作させていただきましたすごいんだよなこういうね、こうのでもね、合法だったわけですから。あ、まあ当時はですね、うん、ですですです、うん、俺は最近戦争映画 見たばっかなんですよ、はいはい、だからちょっと複雑な気持ちになってるもん今。まあまあそう、ヒロポンとか出てくるからさ。あ、まあね、特攻隊のとかさ。そうですね、靖国神社も行ったばっかだから何とも言えない気持ちになってますよいや、これは別にいいよってことではないですよ、はい、そうね、なんかやっちまったなっていうことです、うんうん、はい、でもカラーとか可愛いですよねそうなんですよ、あえてこの色にして、多分ヒロポンの、ヒロポンって名前ちゃった、ヒロポンの、うん、この箱がこういう色なんだと思うんです。そうなんですか、はい、それは現物見たことないんであれなんですけどだと思います。なんでこの色なのかなと思いました。いや、黄色なんだと思います。これ着てるんですか、はい、普段着てます着てます、家で着ててそのままコンビニ行ったりしますなるほどということです、はい、そちらも、はい、ご興味ある方は概要欄から見てみてください。はい、見てみてください、はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。